ちゃ綺麗。天気もめちゃめちゃ晴れてきた。よっしゃ、じゃあ。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、またキャンプ動画となっております。神奈川県にございますウェルキャンプ西丹沢さんにお邪魔しております。でね、すごいのよ。沢めちゃんこ綺麗です。近くにはね、あの沢釣りとかもあるんですけれども、この川魚とかが釣れるぐらい綺麗な川らしいです。ちょっと改めて真夏にね、ここに来て川で遊ぼうと思います。よしよ、これからね、テント等を設営いたしまして、お泊まりで、もちろん本日もお泊まりでね、キャンプを楽しんでいこうと思います。まずはね、テントを設営しようと思うんですけれども、今回こちらですね、ちょっとね気になって買ったのがこのワンポールテントね。1本のポールでこう三角状に立てるようなテントになってるんですけれども、これからね暑い時期に蚊帳なんかもあるんで、全部こうオープンにして涼しくできるってことなんで、ちょっとまた立て方がわからないんですけれども、四苦八苦しながらテントを立てていこうと思います。まずはと、はい、えい、はい、ポールと説明書ねえや。ちょっと待て、あ、こっちだ。まずこっちだ。こちらか。こいつ重っ。はい、これが入り口になるのか。入り口はどっち。違うな、こうだな、こうだ。よいしょ。あ、こういうペグか、嫌いだなこれ。よいしょ。よし、よし、タオル、タオル、熱っ。よいしょ、熱い。そしたら、ああ入り口ここじゃん。やったわ。こっちじゃん。よいしょ。ポールね。よいしょ。はい。いや。あ、抜けた。ペグ抜けたわ。よし。オッケー。いや。で、入り口は開けときましょう。はい。ここも開くんだ。はいはい。あ、なるほどね。ここでこの機能何？ここの機能何？こっち前だね。こっち前だ。まあいっか。前後ね、逆。まあ今回はねもうちょっと面倒くさいんで、このまんま強行突破します。中のさ、この蚊帳はさ、ここどこにつけるの。こっちが上、上、こっちか。ここが上でしょ。じゃあ中熱っ。よいしょ。よいしょ。こんな感じか。
こうか。オッケーオッケー、こんな感じね。ということで、完全に逆ではございますが、ひとまずテントは張り終えました。で、続いてもね、また新兵器でございます。こちらコットですね。コット簡易ベッドみたいなやつなんですけど、今までこう直にねマットを敷いてたので、まあ、これから夏に向けて、まあ、地熱がね高くなってきて暑くなってくる時期ももちろんですし、今後ね冬とかにもかなり使えるんで買っちゃいました。よし、はいはい、こんな感じ。あ、買った。はい、できました。コット、あー熱い。したらコットをインと、イン、あれイン、イン、イン、はい、入ったということで、こんな感じにね寝室は完成いたしました。テントに寝室と、完成いたしましたんで、テーブルとかをねもう準備して、酒が飲みたい、もう無理、ちょっとね準備して酒飲んでいこうと思います。はい、ということで、ある程度ねこう準備整いました。ちょっとお腹空いたんで、あてを準備してねお酒を飲みたいと思います。火起こしはめんどくさいんで、ささっといっちゃいましょう。よっよっよっ、はいっと。でもフェザースティックいらんでしょ、こんだけ朝があれば。よいしょ、はいはいはい、文明パワーライターでいけるっしょ。いけた？いけてない？あ、でもちょっと火出てきた、煙だけ。よし、文明の力。いやでもマジ火起こしする気温じゃねえんだよな。あっち日向。よし、とりあえずだ。お昼ご飯、よいしょ、売店で売ってたんですけど、鶏つくね串でございます。もうちょっと飲みたいな。よいしょ。我慢ができないんで、先にねビールちょっと飲んじゃいたいと思います。今日もね、この銀の子ってことで、皆様、乾杯と。ああ、キンキンに冷えてるぜ。うめえ。そしたら、と。これ、つくね串。まだ、カチコチなんだよな。ちょっとじっくり焼きましょう。よいしょ。これ大丈夫？このサイズ、中まで温まんの、いける？若干火弱いんで、裏技使っちゃおうか。これね、着火剤でございます。この子、中に入れまして。ふいふい。いってらっしゃい。燃えてねー。よし。いや、着火剤、これ、便利。めっちゃ便利。あ、もちゃもちゃもちゃ。来た。来た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 。しゃ。あ、真っ黒になっちゃった。こういう進もさ、キャンプならではの調味料っしょ。それでは、いただきます。中、冷たい。でもうまっ、マジでうまい。なんだ焦げ癖、すす癖。あか、うん、
うまい。お昼ご飯はこんなもんにしたいと思います。ごちそうさまでした。ただいまね、時間が4時前、そろそろね、晩飯の支度をしていこうと思っております。で、今日のね、晩飯なんですが、こちらよ、今回丸鶏を用意いたしました。でっけ、一人じゃね、ちょっと食い切らないんですけど、どうしてもやってみたいことがありまして、ビールの缶でさ、蒸し焼きにするやつ今回はちょっとね、そちらの料理を作っていきたいと思います。直火だと焦げそうっちゅうか、すすだらけになりそうだから、炭用意しました。よいしょ、おい、うい、これね、ちょっと新道具なんですけど、ここにね、炭をぶち込みますと、はいはい、どんどん入れていこう、うい、うい、よいしょ。そしたら先ほど使ったね、この着火剤2つほど並べまして、はいはい、こちらにファイヤーと、うい、よし、オッケー。そしたらここにこの炭ちゃんを乗っけまして、この状態でだいたいね、2、30分ぐらいで炭の方に火が入るらしいので、この火をつけた炭を使ってね、調理をしていこうと思います。今ね、こんな感じ、炭の方火入りましたんで、こっちのね、方に移していきたいと思います。調理台の準備は完了いたしましたんで、食材のね、準備に移ろうと思います。そしたらね、こちらの準備した鶏肉を開けていきます。でかい、バカでかいこれ。ちょっと塩コショウをざっと、いや、よし、しっかり塗り込んで、よし、これで下準備は OK かな。よいしょ。で、今日作るね、チキンのやり方なんですけど、この道具使いまして、まずビールぶっ刺します。開けます、置きまして、はい、入って、入って、よし、オッケー。仕上げにこちらのバケツを上からかぶせます。こうしてビールで蒸し焼きにする形で30分から1時間ほどね、置きたいと思います。今鶏が焼けるまで待っている状態なんですけれども、もともとね、うまい飯を食うためにキャンプに来てたのに、うまい酒を飲むためのキャンプになってた気がしたので、今回は満を持してお米用意いたしました。こちらをね、炊いていこうと思いますんで、早速ね、準備に取り掛かります。まず今日持ってきたのがこちら、半合分のお米っすね。よっ、うん、半合分は OK と。この中にお水を120ぐらい入れるらしいんですけど、全然わかんねえんだよね、全然わかんない、勢いでいいっしょこんなの。おい、オッケー。で、これ火にかける前にしばらくお米を水に浸しておきたいので、まあ、30分ぐらいこのまま寝かせたいと思います。いいよ、こしょう。ということで、鶏の方にね、火入れをしてから約1時間ちょい時間が経ちましたんで、そろそろね、このバケツを開けていきましょう。そしたらオープンと。うわー、うまそう、やっべ、いや、あ、抜けないぜ。よいしょ、いい、うん、よっ、うん、うわ、ビア缶チキンのこちら完成でございます。あ、でもほんのり
アルコールの匂いするわ。うまそう。これどうやって食おうかな。うん、よし。そしたらね、こちらの鳥さんを豪快に素手でいただきます。おお、鳥さんやば。反則的にうまい。たまんねえな、おい。うん、うめえ。ああ、塩加減もバッチリだわ。全然追加なくて OK。 全然ビール臭さもないし、最高にうまい。ちょっとさ、これ胸肉いきたいよね。ちょっとこのさっぱりとした胸肉、うわ、ブリンブリン、やばい。胸肉いただきます。あもう何も言えないっすわ。うますぎる。うん、いやー、これ今日も最高だな。まあさすがにね、ソロキャンプだと1羽はめちゃめちゃ多い。僕もね、今日大食いする気はないんで食べきれないと思うんですけれども、これね、こう何人かでキャンプに行きたいとかバーベキューした時はこれ最高にうまいと思う。うん、うん、よいしょ。うまっ。うん、ちょっと忘れてたんですけど、このご飯ね、ご飯やっていきましょうか。これよこしょ。正直このメスティンで作る飯盒は僕初体験なんで、うまくできるか分かんないんですけど、まあ今ね火力弱いから20分ぐらいこのまんま火入れをしていきたいと思います。30分弱、火入れをいたしまして、今ね15分ぐらい、蒸らしの作業が終わりましたんで、多分ね炊けてると思うんですけど、先ほどね焼いた鶏肉と合わせてね、めちゃめちゃうまいご飯を食べていこうと思います。それではご飯オープンと。うーほー、うまそう。ちょっとそこの方どうだろう。いいよ。おおこげはなしだね。おこげはないけど、触った感じちょうど良さそうな気がする。それではちょっとお米だけでいただきます。うめー。うん、甘くてうまい。うん、これを合わせないことにはさ、始まんないよね。うわ、鶏肉と、うまっ。なんじゃこりゃ。うめえ。もちろんお酒とね一緒でも美味しいけど、米がうめえんじゃん。何か話さなきゃと思うんだけど、話せなくなるぐらいうまい。マジね、動画としてはどうかと思うんだけど無理だよ。
無理。動画を見てる皆様、食ったリアクションオーバーだよとか思う方もいらっしゃると思うんですけど、マジでね、自然に出ちゃう。それぐらいうまいのよ。実際はね、お店で作り込まれた料理よりは美味しくないかもしれない。でもこの自然の中でね、この飯を食うと、その手間暇とかに負けないぐらいね、マジでうまいのよ。僕もね、最近始めたばかりで偉そうなことは言えませんが、キャンプね、やったことない方いらっしゃったら、ほんとぜひね、やってもらいたい。多分ね、今まで味わったことないような感動が味わえる体験ができると思います。ちょっと、まだね、ちょっと飲んだり食べたりしようとは思うんですけれども、まあ、そろそろね、日も落ちてきて周りも静かなので、まあ、ご迷惑にならないように、この辺りでね、一旦ご飯は終了したいと思います。ごちそうさまでした。とりあえず残った鶏肉についてはこの後も食べる予定なんですけれども、お肉を削いで残ったのは持ち帰りながら、骨はね、捨てていきたいと思います。2日目の朝でございます。天気もいい感じの過ごしやすい朝となりましたが、昨晩ね、あの残った鶏肉9割ぐらい食ったのよ。そしたら全然朝お腹空かなくて、もうね、今日は朝飯を作らずに、このまま帰ろうと思います。ぜひね、皆さんも機会があればこちらのウェルキャンプ西丹田さんに遊びに来てください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。